中央スリナム自然保護区は、その名が示す通り、スリナム中央部に位置する自然保護区である。2000年にユネスコの世界遺産に登録された IUCN カテゴリーは2である。中央スリナム自然保護区の前身は、ローリー・バラン自然保護区、エイラ・アッツ・デ・ハーン・ジャバーグット自然保護区、トフルベグ自然保護区という1966年に設定された3つの自然保護区である。 1998年7月31日に、これらを包含し、なおかつより広い範囲を対象とする自然保護区として、中央スリナム自然保護区が設定された。旧三保護区の合計面積は4380平方キロメートルだったが、現在の中央スリナム自然保護区の面積は16000平方キロメートルであり、スリナム全土のおよそ1割に該当する。 熱帯の気候で年平均気温は27度前後、年平均降水量は1750ミ、mm、リメートルから3000ミリメートルである。降水量は多いが、1年に2度ある雨季に集中しており、それらの間には寒気がある。中央スリナム自然保護区内で記録されているのは以下の通りである。植物症は古気海岸線、新気海岸線。 サバナ、内陸部の四つに大別されている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。